立花梨乃です。さあ始まりました王道、私4回目の参戦になります。で前回が青鬼そしてスーリノですか、打って、確かね青鬼1回も AT 入らなかったんですよ。でこれどうしたもんかっていうことで、最後スーリノを打って確か負けた気がしますね。だいぶ間が空いたのでちょっと記憶が曖昧なんですけど、今回何からスタートしようかなと思ってるんですけど、そうやっぱ1台目が非常に重要になってくると思うんですね。なのではいはい、何ですか、ちゃう立花梨乃のワンファン2000。始めます。前からの方がいいんじゃないですか。とりあえず今日は凱旋から行ってほしいというお話でしたので、まず凱旋をね取りたいと思いますよ。で前日最終ゲーム数がアプリで確認できるお店なので回ってる台を取ります。480、これですね、一番回ってた台がこれなのでこれからスタートです。よい、頑張ります。実戦スタートしたいと思います。これのちょっと取り扱いというか慣れてないんですけど、一応この台を一回当たるまで打っていく感じですね。打てないです。一撃2000枚以上を目指して打っていくという企画になってるみたいなんですけど、凱旋がもう打てる期間が限られていて、まあ、チャンスは今回の第1回目のみということでこちらからスタートになりました。で一撃2000枚達成することができればまた別の機種を打てるみたいなんですけど、凱旋の一撃2000枚はスタッフサイドからすると星マックス5のうち1らしいんですよ。簡単だと、一般的な意見はそうですよね。ゴッド引いたら5セットでもう1500枚出ますから、そこからあと2セット3セット乗せられればもうクリアできると、ね、聞こえは確かに簡単なんですけど、私自身その一撃2000枚以上凱旋出したのって多分数えられるほどなんですよ。両手で数えられるぐらいかもしれない、なんならちょっと言い過ぎかもしれないですけど、それぐらい難しい印象なので、最終的にね私の中で星5のうちいくつになるのかは実戦終了時に決めたいと思います。当たるの？モードが上がっただけですね、きっと。これでどうよ。当たるんじゃないでしょうか。あー、いい震え。はい、48ゲーム中断レプレイからの挑戦です。星がたったの3000円ゴー。ここから6セット乗せればいいんですね。そう聞くと遠いけどな。
ここでキナナ連で伸ばすか。一回赤七引いておいてちょろちょろ乗せて、その間にゴッドを引く。これがベストの展開ですね。うん、3連がマックス、多めに取れました。1セット339枚、ないんでしょうね。残念。記念すべき一発目の当たりは単発でした。もう一台前列回ってる台があったんですが、空いてるかな。お、空いてた。こちらですね。早くも2台目でございます。こちらの台が前日547ゲーム回ってる台ですね。ちょっと1台目の当たり方が素晴らしかったので、最終的にもしかしたら1台目に戻るかもしれないんですが、せっかく DMM で初めてのレギュラー番組、しかもピンがスタートするっていうのに、なんで王道だと思って来なきゃいけなかったんですかね。事前に言ってもらえてもよかったと思うんだよな。まあ、でももしかしたらこれぐらいがちょうどいいのかもしれないですね。前もって分かってるとこう力が入ってしまうんで、すごい大事じゃないですか、初回って。何でも新しいことを始める一発目って緊張もしますし、その後うまくいくかどうかって大体この1回目にかかってると思うんですよ。なので、まあ、肩の力を入れずに打とうと思ったら、まあ、今日の感じが一番良かったのかなとは思うんですけどね。もうこれ精一杯フォローしてますから、スタッフサイドを。これは何で騒いでるのかな、お話の途中ですけど、当たる、当たるの79ゲーム、え、謎当たりです。はい、今日はそういう日、もう3000円以上使わない日ですね。白謎ですよね、今の完全な。え、1セット348枚、今回も単発マンですね。はい、謎当たってくれたのでちょっとだけ続けてみます。一般的な目線で見たときに、私って外線打ってる方ですか。あ、打ってる方。ちょっと言い方悪いですけど、外線狂いが周りに多いんで。分かってたのに、分かってて今話してひどいですね。もうほら、もうもったいない、ったらありゃしない。そう、外線狂いが周りに多いんで、自分の感覚では私はまだその凱旋初心者だと思ってるんですよ。休みの日にね、打つことも減りましたし、負けるんで。ハーデスにいなかったコットのね、プレミアムエースとか全然出せてないですし、 SDJ エクストラの経験も少ないですし、まだまだかなって思ったんですけど、
あるぞ。斜め斜めね。ん、冗談はちょっと揃ってくれました。やりー34ゲーム。今日はさ、ランデブーの会じゃないね。ステチよ、ステチ。見てください、この神々しい赤ららちゃんを。素晴らしいですね。こんなに長時間眺めたことないでしょう。私もないです。あー、いいじゃないですか。この下からもね、撮っとこうね。はい、いただきました、ありがとうございます。ではエクストラ行ってみましょう。いい音、大事な大事な1ゲーム目。残念。6個乗せればクリアですよね。中段に来ないんですよね。赤ライン3つ、4つ入ないか。 OK、 ラスト3ゲームギリギリです。ふぅ、いいよ。これ3セットもうクリアできるんじゃないですか。これ一番下、一番下で、あるぞ、枠内3つ。4セット確定の特殊抽選がありますから、あと2回は狙いたい。中段いただきました。最高に楽しいですね。そうか、こうやって出すのか。凱旋はもう5セット目まで確定。セルフゴッドです。いけ、いけるぞ。そう、6セット。こんなに乗せたの初めてかもしれない。来い、ラスト。残念、5セット上乗せでございます。計6セット目まで確定。素晴らしい、もう十分ですよ。終わりました、ありがとうございました。で、枠内赤ななが3つなので1個は確実に乗るんですけど、2個で 25% あるんで、そこも乗ってれば、9セットで、さらに宝石3つまでは何回かやってるので、そこも取ってればもしかしたら10セットぐらいは行くのかもしれません。夢ある、こんなに楽しい凱旋は久方ぶりです。いいよ。はい、2セット。あー、惜しい。まあまあ、でもこれで10セットまで確定ですかね。なんていい日なんだろう。簡単です。欲しい1つ間違いない。めっちゃ楽しいんですけど今日。何これ。ワンパン2000クリア。あっちゅう間でした。ポンポン。
10セット3092枚。11セット目。青じゃないのね。1個ぐらいあってもいいと思うんですけどね。フテチェンコ。はい。はい。はい。こんな展開あります？久しぶりに出した。ありがとう、ありがとう、ナマステ。素敵。いやちょっとこれは取っておきましょう。大事な大事な。いいですね。熱々のホットホットでございます。素敵。いやいいもん見れましたね。押します。ということで、最初でもうエンディングを迎えてる感じですけど、初回ですからね、これが。まんま行きましょう。オッケー、ハレルヤ行こう、ね、これで、ね、16セットまで確定しております。で、ゴッドステージ DZG が残り150ゲームほどありますので、ハレルヤゴッド目指してね。目指すっていう表現はおかしいんですけど、いけたらいいななんて思ってます。ダメですよ、万枚出るんで全部言っときましょう。いただきまして、つまい役からこれで17セット目まで確定です。5、6、じゃあここから5セットか。4、5、6、ここ次回から5セット。あれ、もう久しぶりすぎてわけが分からなくなってきた。でも残り5セット以上だから、5、6、7、8、9、うん、19セット目までですね。やっぱり乗せてたってことですよね、特殊抽選で。素晴らしい、ありがとう、最高の実践です。私の存在を知らなくてこの番組で初めて見たという方もいるかもしれませんが、こんなにね素敵なことにできるわけです。私は3年に1回ぐらいなので、ぜひこれからも見ていただけると嬉しいです。こっから始まりますから。絶対もう超えられないよこれ。乗ってくれました。そして目が覚める BGM に変わってくれてありがとう。この曲が一番好きなんですよ。でもなかなかここまでたどり着けないんで嬉しい。これで20セット目まで継続確定です。ナイス一枚役。
10セット5829枚、6000枚届かず。おそらくループはないでしょう。もう十分もらいましたからね。ありまして、21セット目ラッキー。これで6000枚は超えれる。あと13セット。なんだ、何をすればいいんだ。5678910111213141516、ひなを17連でクリアです。6000枚。21セット6084枚で終了です、ないよね。そうですよね。はい、ここまでです。いやでもよく伸びてくれました。よいしょ。11枚、ちょっと回しすぎましたね。実践終了いたしました。ということで、投資が、3000円たったの141枚で、回収が、5989枚で3枚プラスの5848枚で終了でございます。ワンパンどころじゃないですね。一撃6000枚を達成いたしまして、大満足の結果になったということなんですけど、急遽始まったこの新番組、GoPro を渡されるところからスタートしましたけど、これの使い道が未だによく分かっておりません。はい、凱旋で一撃2000枚以上達成できたっていう喜びよりも、こっちへの疑問がちょっと抜けなくって、なんて言うんですかね、すっきりしない感じになってます今。はい、で、一応一撃もこうなっちゃいますよね。こうね、はい、こうですね。どっちで喋っていいか分かんない。はい、一撃2000枚を達成した機種は、もうクリアということで、次回からは別の機種実践することになります。でどのみち凱旋は、今回がラストの実践になりますので、今後お届けすることはできないんですけど、神圧もお見せできましたし、赤7も引いて5個も乗せれたので、皆さんも楽しめたんじゃないかなと勝手に思っております。次回からは、入場してから私がその都度打ちたい機種をまた一撃2000枚目指して打っていくんですけど、もし何かね、この機種の一撃2000枚以上見たいよとかがありましたら、リクエストしていただければと思います。はい、で、実戦始まる前に言っていた、これやっぱどっち見ていいか分かんないですね。こっちで喋ろうじゃん。はい実戦始まる前に言っていた、スタッフサイドの一撃2000枚の難易度、星5つがマックスですね。この難易度を発表してもらったんですけど、凱旋が星1つというスタッフサイドの意識というかあれだったんですが、私今日実践した結果ですね、どう考えても星1つですよ。これはなんじかん経ってない時点でもう一撃2000枚が確定しちゃってたんですよ。赤7で5つ乗せて、乗けてみたいな。ああいうことが起きるから、やっぱりその凱旋は甘いとか勝てるって言ってる方が多いのかなと、この終わりの撤去目前でやっと実感することができます。どっち見たらいい、だからはい、ということでだいぶ満足できたんですけど、今後このワンパン2000の収録重ねていくごとに、この GoPro の使い方も多分上手くなっていくと思うので、そちらも映像的にも楽しんでいただけるかと思います。なんで今日王道じゃないんですか。1位になってた。
強度なら。すいません、なんかただ私ラッシュ継続させるのすごい下手だから大丈夫よ、安心して。5000発ぐらいで多分終わる。平均5000ぐらいは取れるんだけど、あの平気でそう2000とかで終わらせるから任せて。大丈夫、満発はいかない絶対。ここでボタンが出ると復活なんだけど出ませんね。ありがとうございました。